枚と円盤10枚とバラ10枚で10枚、はい、では20枚でよろしいですか、はい、はい、6000円でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、どうぞ。よっしゃ、こんばんは。12月10日木曜日の夜でございます。平山茂です。宝くじ買ってきました。年末ジャンボ宝くじですね。年末ジャンボ宝くじ買ってきました。まあ本当はもっといっぱい買いたかったんですけど、とりあえずバラと連番を10枚ずつ買ってきました。もう大丈夫ですよ。もう大丈夫だからね。もう大丈夫。もう年末、これ発表はいつですか ?31 ですか。抽選日は31日です。12月31日が抽選日となっております。この日はぜひですね、僕のこの動画また見てくださいね。大丈夫だよで、この大丈夫だよの中でちょっと発表いたしますから、当選発表ね。当たってたら本当もうこのチャンネル登録してくれてる人、見てくれてる人、まあ、コメントをいただいた人にね、もうお年玉プレゼントしますから。本当に額によりますけどね、額に、うん、まあこれ一等いくらですか。なんか10億とかですよね、確か10億だったらもうね、ちょっと考えただけで面白くなりますね、本当にね。いや本当大丈夫です。大丈夫ですから、大丈夫だよ、大丈夫大丈夫。まあ今日はね、ちょっと宝くじを買うっていうだけの動画ですけども、大丈夫だから、大丈夫、ほんとそれだけ、それが言いたい、それを言いたいんです本当に。というわけでまた明日ですね、また明日の夜会いましょう。本当に今日、12月10日木曜日頑張った方、本当にお疲れ様でした。ではまた明日会いましょう。おやすみなさい。大丈夫大丈夫、大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、絶対当たる、絶対当たるっていうか当てる、うん、当てる、俺は当てるぞ宝くじを。絶対に、本当に当ててみせる、絶対に当てる。今回は僕がいただきます。すいません、他の方、宝くじ私がいただきます。本当に申し訳ないね、申し訳ない、いただいちゃいます。うん、でもね、こう当たっても独占しちゃう人よりは、俺みたいなこうみんなにあげるっていう人のが当たった方が楽しいでしょね。まあちょっと暗くなりましたけどもね、まあ、頑張るぞ、明日からも頑張るぞ。しゃあこの野郎。